はい、いい時間帯ですね。原博美です。 J リーグ TV 始まります。今回は先日11月12日に呼吸不全ですかね、うん、お亡くなりになられた元日本代表ゴールキーパーの田口光久さんについてのお話を、うん、はい、していただきたいと思いますけども。そうだね、原さんと田口さんの、うん、一番最初に出会ったのはあの日本代表だよね。日本代表に俺が大学生だけど、まあ、20歳で代表に入った時にキーパーは田口さんだったから、だからそれであの一緒にプレーしたっていう感じかな。まず代表で出会ったね。そうそう、三菱重工じゃなくて、そうそう、これが、当時のソビエト、ロシアじゃなくてソビエト連邦共和国、はい、あのブロヒンとかなんかすごいあの人がいて、はい、でまあこれ俺ちょっと田口さんの後ろに隠れてるけど多分それ俺、はいはい、でその前落合さんとかさ、はい、あの藤口さんだな、はいはいはい、その後ろから3番目の人は古田さんっつって今広島県サッカー協会の会長をやってるかな。初めて代表に行って田口さんと出会ったっていう、うんうん、どんな、まあ、どんなってほら見て分かるようにさ、もう団子って言われてたんだよ。あだ名は団子、体はちょっとぽっちゃりしてんだけど俊敏性がある。あ、そうなんですか、うん、それで速い 動きが、へ、あ、こうだから大きくないから高いボールっていうよりもこの辺の反応がものすごく速いな。で当時はその三菱って あそこのなんだあの調布、今日活撮影場の前のところに練習場があったんだけど、はいはい、そこは人工芝だった。で古い人工芝だから新入団選手の最初の仕事は早く行って水をまくホースみたいで、まあ、スプリンクラーもあんだけどなんか当時のあんまり良くないからなんかあんまり届かなくてもうこう端っこの方とか当時ないと火傷しちゃうの。昔の人工芝ってあんまりいい人工芝じゃないから、だから夏場なんか暑いしさ、もうスライディングなんかしたらもう火傷になっちゃうような、だから水をできるだけいっぱい巻いてやってたんだよ。でボールもちょっとこう防水性があるようなボールなんで、日本製じゃなくて、だから結局それでやってるといつも濡れてるから早いんだよ、はい、シュートとか、はいはい、でパスとかも早いの、はい、ね、だから上手くなるって上手くなって、それでキーパーの反応めっちゃ早いの、はい、普段それでヒャーっていうところでやってるから、うん、なんか普通のシュート受けたらなんかおっせえなみたいな感じになっちゃうんだよピュッて蹴ってもピューンっていくから、それに反応してくから、まあそれもあったし、まあもともと反応早い。あ、そうなんですか。彼はその秋田商業なんだよ ね、はい、でちっちゃいから足速いじゃない。だから例えば今で言うと昔水曜リーグってやってて、水曜日になんか学生とか実業団同士の練習試合をこう入れてたのね。その時フィールドプレイヤーズです、え、ウイングとか左ウイングとか、ほんで点入れちゃうんだよ。え、そんで 俺とかにさ、おめえこうやって点入れんだよそういう感じ。だから上手いんだよ。だから早く生まれすぎ、もうちょっと J リーグっていうかプロができた時にもしこの人がその現役選手だったら多分すごいキャラクターで、キーパーの今までにないキャラクター、はあ、もう相手から見れば憎たらしい、もう味方にいればもう本当に頼りになるみたいな、先輩だろうが何だろうがどなしつけてお前そこ行けみたいな、そういう感じ、はあ、だけどそれはもう負けず嫌いだし、はあ、だけど本当にこうキャラクターはもうプロ向きだったね、はあ、社会人なのにあんま会社に行ってないっていう、午前中どこ行ってんだみたいな感じだけど、なんかその上司の人と、まあ、うまく話したんだからよく分かんないけど、はい、なんかあいつはいいよみたいな感じでだからプロもう本人もそういうプロ的な感じでいたと思うし、うんうん、だって18ぐらいでだから当然秋田町から三菱重工入って、で、ね、で横山健三さんっていうすごいキーパーがいて、なんかその横山健三さんがなんかこの辺の靭帯切っちゃって急遽天皇杯かなんか出てで優勝してんだよ。でそこからポンとポジションというか、まあ年齢もあったんだろうけど、横山健三さんとか全く対照的だね。横山健三さんはもうなんだ、やっぱ早いけどこのどっしり構えてて、はいはい、来たやつパッと弾くんだけど、田口さんはもう寄せんのも早いし、うん、だから足は速い、え、だからボール前人がうまい、取れなかった、え、なんか下手だなとか言われて好きなんだよ、ボール回しが。ボール回しとその キーパーとの、あの、なんて言うんだろう、シュート練習とかそれしかやってないな。あ、もう本当うまい。今でこそ足が、あ、キーパーはね、今ルール変わってこうやって足でやんなきゃいけないけど、当時はそんなのがないのにうまかったから。だから後でほら、あのトンネルズのさ木梨となんかあの
タレント見たくなったでしょ、かせて、うん、だからあれああいうキャラクターなんだよやっぱり、うん、あのほらあんな太っててさ、はい、遅そうなんだけどキャーって早いとで今 見返すとさもうこんな前出てんじゃんなんだけど、はいはいはい、あの当時はあれがギリギリで政府のそのタイミング、それがもう露骨にやっちゃうとやり直しになっちゃうけど、その露骨じゃないギリギリのとこでやれる、そういう本能的なものあるね。あのね、俺今でも覚えてんだけどね、はい、一緒にやっててなんかなんだろうあれ、当時で言えば JSL カップっていうのかな、今で言えばアルバンカップみたいなの試合やった時に、なんかこう俺はなんかコーナーキックの守備の時さ、はい、この割と背もでかいしヘディングも得意だったから、はいはいはい、一番このストーンじゃないけどさ、はいはい、フリーマンでこうやってヘディングしてクリアするとこなんだよ、はいはいはい、でこうスーッてこうやって俺ヘディングしようと思ったら、はい、タンクと「OK!」って言うから、はいはい、フッてどいたんだよ、はいはい、そしたらものの見事にヘディングやれちゃったの。でやーって何って俺ができたのにって思う間もなく、田口さんってどういうことやったかっていうと OK って言いながらもう相手がヘディングするって言った瞬間違う人にぶつかってって痛い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 って倒れてんだよ。でえってそれ間に合わないんじゃんと思うけどあーって言って痛い痛い痛いってやってて、そんでキーパー、あの審判がピーってキーパーチャージって言った瞬間えってベロ出してベロ出してこうやってその瞬間もう相手がえーって言ってる間にポンって蹴ってやっちゃってんの。やっちゃってで そういう多分俺味方だけどうわこの人すげえなその判断がもう遅れていっちゃダメなんだけど、さっきの話じゃないけどもうこう言ってオッケーって言いながらダメだと思ってるからこっちに倒れてってで肩うわ肩外れたかもとか言いながらもうベロ出してんだよ。ピーってなった瞬間ビュってやっていけみたいにやってる、そういう人、これ多分みんな納得すると思うよ。そういったうわ単語そうだよなっていうそういうキャラクターだから、そうですか、うん、だからまあなんて言うんだろう、そういう稀有なキャラクターだ、今までの日本代表のゴールキーパーも俺もいろいろ見てるけど、ね、いないいないからプロ向きだし、相手からめちゃくちゃ言われるけど、多分相手サポーターに挑発されたら何とかってやっちゃいそう、だからそれが憎めないキャラみたいな、多分そういうキャラクターだよ。そうだってほらこの面構え見てみな、ほらこれ見たってあなんだお前文句あんのかみたいな顔してんじゃん。この新日本代表の守護写真、ね、そうだな、その田口さんの隣尾崎和夫っていうのとさ、うん、川勝って、まあ、みんな濃いなこれ、川勝さん、川勝、木村和志がボールのとこにいるでしょ、はい、柱谷の兄ちゃんがその俺の下にいるんじゃない、それなんかサラサラっとしたの髪が、あと金田さん一番右のそれだ金田さん、はいはい、で、はい、その上 Q さんだ、はあ、どっかに行く前だかなんかなんだろうね、最終予選の前だかなんかなんだろうね、懐かしいな、この方それ坪田さんって言ってヤンマーのキーパーだった、まあ、その人もやっぱそんな大きくないけど速いタイプだったな、でもキャラクターは全然違う、その本当に豆でみたいな、田口さんも本当に豪快だから、まあ、よく酒も飲んだね。あそうですか、あの東北だから強いんだよね、なまってっから何言ってるか分かんない黙ってなまってねって俺が言うじゃない、お前だって南東北だろうと、いや俺栃木だから那須だから関東だって言って、ああ南東北だみたいに言って、でそれが何言ってるか分かんない、まあでもなんていうのかな、憎めないキャラだね、みんなから愛されキャラ、うん、まあただ人には言うよ、言いられんのとか負けんの大嫌いだ、そうですか、もうミニゲームやっても何やっても負けんの大嫌いっていうか、だからまあそういう強烈な個性だよね、プロができていたら本当にすごいチーム一のキャラクターになっちゃうね、そういうタイプだった。最初日本代表で出会ってその後原さんが入った三菱重工にまたチームメイトになる、そうだね、まあ俺より先にいたから ね、 そうですよね、だからもう結構強烈なキャラクターなんで、特に後ろの選手とかは嫌がるんだよ、もうブワーって言われるから、あお前なんでもっと寄せねえんだよとか言われるじゃん、こういう代表でもそうだけど、だからそれが普通じゃない、今だったらパワハラになっちゃうようなぐらい平気でガーって言うわけだ、それは先輩にも言うから、さっきの落合さんとか斉藤和さんみたいに、だけどもそれはまあ当たってる時もあるし、お前それはできねえだろって言うかい先輩もいるし、でもまあそういうのが強烈な個性だったんで、意外と後ろの方の人はそれを嫌がった人もいるよね、あまりに言われるから、うん、だけどまあ本当はこう俺なんかフォワードだからさ、あんまり関係ないから、あのなんていうの、ああいうキーパーがいた方がむしろいいよねって思ったところあるし、うん、選手生活は三菱重工で終えられた、浦和レッズには、浦和に行ってないな、行ってないですね、行ってないし、何歳までやったんだろうね、割と早く引退されて、うん、かもね、
その後青森山田の監督とかやってるね。うん、まあそれこそなんて言うんだろう、こう選手集めるのとかうまい。青森山田で最初にあっちで勝ったのは田口さんじゃないか。それとか青森秋田慶応大とかさ、そういういい選手をこう集めて、はいはいはい、そういうのが上手。それネットワーク持ってる。親くどいたり、その学校の先生くどいて、じゃあここでサッカー部作りましょうよみたいな。そういうのはもう長けてるね。だそういう能力はあるんだよ。だからそれで指導者としてっていうのは俺あんまりよく見てないけど、はいはい、その人を集めたり、学校にそういうなんかこうスポーツでさ、そのサッカーを強くするみたいな、はいはいはい、学校をこう見つけてきて、はいはいはい、でそうやってそういう人をうまく一緒に協力してあのチームを強くしたりとか、まあ、あのお通夜には行けたんだけど、あ、まあ、本当にもう体重もさもうガーって太って、まあ、もともとこの時からふっくらしてんだけど、はい、その後も太ってて、でも今すぐ起きてきそうなそんな感じだったね。まあ、強烈だったね。まあ強烈なキャラクターだよ。だからバラエティーにも出て、ああいうのが大好き。だからあんな風貌でさ、なんか世界のすごいキッカーってなんでこのキーパーとか思うじゃん、はい、そうやって早いんだよ、はい、それでごまかされちゃうんだよなんかその体型にごまかされちゃうんだけど、やっぱその反応の速さとかさ、ああいうキャラクター独特のキャラクターっていうのはちょっと作ったもんじゃなくて根がそういうんだよな。だからその木梨憲武とか、はい、そこら辺をなんか感じてて、だから一緒にやったんだと思うんだよね。分かってた。だって木梨憲武ってさ、名取とか川添っていう帝京で三菱に入った、それと同級生だかなんだよ。で一時期三菱重工のサッカー部の練習来て球拾ったの、木梨憲武。あ、そうなんだ。から友達だから、でサッカー好きだから球拾いに来て、そういうところで出会ったかもしれない、田口さん。そうなんですか。木梨憲武とかとね、よく飲んでたね、確かにね。選手の頃もまあ飲んでたんかな。だけど選手終わってからもっと飲んでたみたいだから、本当に太く短くなんだろうね。だから本当にプロでやってほしかったね。もうちょっと後に生まれたらプロになったんだろうね。プロ向きだったね、うん、で本当に強烈なキャラクターだったから、今でもいないキャラクターのゴールキーパーだよね。まあでもちょっと残念っていうか早すぎたっていうのはあるけどね。強烈だったからもう皆さんに彼のプレーを見てほしかったよね。本当に太く短くっていう、本当にそういう人生だったのかもしれないね。はい、ありがとうございました。一押し情報や質問はいつでも募集しております、ハッシュタグ J リーグ TV をつけて投稿してください。また次回お会いしましょう。チャンネル登録はこちらからお願いします。どしどしお願いします。